小吉、大吉、アミ吉です。はい、ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回は、展開からマルチいきたいと思います。でね、グロタイ負けるまでね、撮ろうと思ってやってたんですけど、ちょっとね、負けちゃいましたね。4勝目で負けちゃって、なんで負けたかね、ちょっとわかんないんですよね。なんか、ホグクエイクだったんですけど、まあ、雪玉のね、まあ、きついっちゃきついんですけど、普通に勝てるかなと思ってね、ゆるーくやってたら負けちゃったんでね、ちょっとボツります。まあいいところまで行けたら、取ろうかなと思います。でも多分ね、時間がないっすね。これやる時間があんまないんで。まあそれは多分言い訳なんですけど。まあ、ちょっとね、いい感じのところまで行けたら、取ろうかなと思います。また。で、そうですね、マルチですね。これどうしよっかな。いや、これやばくね？え、なんかさ、なんでなんかバグって、なんか、ちょっとダメだ、なんでもないです。普通に攻めすぎたか。普通に攻めすぎたのか。いや、今、釣れると思ったんだけどな。メガナイト、オールブレーカーかな。いや、違うな、なんだこれ。プリンスがめんどくさいですね。で、メガナイト、マスケットインドラなんで、なんでポイズンか。マスケットインドラなんで、まあ、突破しやすいっちゃしやすいですね。なので、まあ、いけなくはない。全然。インドラが来る。で、マスケも来る。一発入りますね。うわぁ、いいザップ。いいザップですね。ただ、これに対して、さすがに、追加はできないと思うんで、エリクサ的にね。うわぁ、そういう感じか。トリトンね。トリトニストね、トリトニスト。あー、ヒースピが強い。ヒースピが強いわ、ほんとに。このカードね。なんか、廃止されるっぽいっすね。あれ、ほんとかわかんないですけど。もう、廃止でもう十分です。もう、それが一番妥当ですよね。明らかにね、強すぎるんでね。てか、遅いっすよね。あのね、もっと早い段階でね、絶対やるべきでしたよ。だってこんなんぶっ壊れて、やる前からもう、なんならもうみんな知ってたじゃないですか。なんでずっと加工されなかったのかなって、もう毎回思ってますもん、僕。こんなんなんでずっと加工しないで残ってんのって。あ、ちょ、ま、なんでマスケからやないでトリトンからさ、処理してんの、タルババ。何をしてんの？トリトンなんてどうでもいいんだって。マスケから処理してよ、ちゃんと。いやー、ここまずいなー。ただ相手が、はいはい。まあまあ攻めてくるですよね、そりゃ。そりゃそうっすよね。それしかないんでね、相手としては。マスケとんのやばくね、それ。ちょ、待って待って待って。マスケとんの地獄ね。何来た。ちょ、マジで、トリトンお前さ、余計なことすんなって。めちゃめちゃなんか仕事してるじゃん。何してんのこいつ。こいつ仕事しすぎだって、絶対。はい、ってやってあげて、ちょ、トリトン、お前、こいつマジで、これは許されませんよ。こいつちょっとやばいっすね。仕事めちゃめちゃするな。こいつ本当に許されませんよ、これは。うわー、まずくね、これ、角出しマスケやるしかないな、僕。ワンチャンにかけて。もうそれしかないんでね。オッケー。危ない。オッケー。やぶねー。いや、マジ、途中のトリトンの仕事の、ねえ、えぐかったですね。あいつの仕事量すごかった。うわ、666。嫌だ。行きましょう。マルチ久しぶりですね、やってんの。二日ぶりぐらいか、でも。いや、グロタイね、今、サーバーカの方は結構いい感じなんで、そっちは、
バッチ欲しいかなと思います。本垢も欲しいんですよね。本垢ね、マジで1個しかないんでね、寂しいんですよ。なので、多くつけたいんですけど、まあ、やっぱりね、大会系苦手でね。まあ多分 PS がないんですよね、単純に。単純に PS がないんで、勝てないんですよね。その環境デッキとかまあ使えばいいじゃんっていうね、思ってたんですよ、昔は。でも、環境デッキもなんか使えないし、下手くそで。しかもなんかデッキ変えたら変えたで、それのきついの来るじゃないですか、もうクラロワって。クラロワってそういうもんじゃないですか。サファイを切らしたよ。うわぁ、これ悩むけど、これでいいかな。うわぁ、最悪。OKOKOK。これでタルババか。タルババ来るんで、マスケ M したいですね。これ M できるかな？ M してくれ。マスケ頑張れ。あ、これできますね。これでスケドラ咲かせるのは美味しい。で、これ右側先行しないですね。なので、雪の打たないとダメ。めちゃめちゃ入っちゃうんでね。で、まあ、ボムだけ構えて、ヒースピア許容ですね。ヒースピア許容して、ボムだけ構えて、まあ、何も来なかったらケツマスケでいいかな。これはセパレートデッキか。なので、あれですね。ミナシンですね。多分。で、まあ、ファイボなんで、このボムタワーが突破できないんでね、相手は。で、そうだな、スケドラ切ってて、今、ゴボリがあるけど、まあ、これ行きましょう。多分通んないですけど、通んないんですけど、別にいいです。通んなくて。あ、OKOKOK。あれ、バルーンが竹取ってたんで、5打たなくていいんですよ。絶対で打つ必要なかったんですけど、相手が打ってくれたんでね。めちゃめちゃ美味しい。で、ここで僕が気をつけなきゃいけないのがヒースピ。絶対来るんで、もう、そうそう、回復されるのは知ってたんで。OKOKOK。あ、来た来た来た。そのファイブもめちゃめちゃ美味しいですね。これで形作れるんでね、僕が。ここがチャンスですよ。これ相手マスケもね、うざいし、マスケ対応したら、この後衛がまた、こいつらがね、削ってくれるんで、めちゃめちゃ。これ一発入りますよ。よいしょと。これファイブ打たれてもいいようにね。出して、で、ここで、そこの、みなしもやってますね、相手。それはね、やらかしですね。やらかしてるやつですね。これで、もうね、5を打っても、まあ、5打つか、さすがに。5打って爆破入れたら終わりなんでね、相手は。これ入っとくね。入っとくね、これ。OK。まあ、なんて言うんだろうな。2番入ってから、みなしん、ケツからのみなしんはめちゃめちゃ美味しいんでね。さあ、ラストは一戦やっていきましょう。ケツから出されたミナシンは最後のね、あれはもう美味しいですね。7コスなんであいつ。あのカード7コスで、あのタイミングで出されても、こっちも攻めるだけなんでね。多分相手としては、バルーンで攻めてきたから次一回守ってからっていう考えだったと思うんですよね。まあ、わかんないですけど。多分そうだったんじゃないかなと思います。さあ、マッチングがしない。マッチングがしません。マッチングがしません。で、そう、チャンネル登録者数がね、今945人ぐらい。46だったけど。で、もう本当に1000人がね、見えてきましたね。本当に皆さんありがとうございます。いや、待って、格下すぎん？さすがに格下すぎん？めっちゃ喜んでるし、こいつ。くそ。さすがにこれは、大トロ取られちゃうな。やばいな。まあ、勝つんでいいんですけど。まあ、勝つんでね。でもトロめっちゃ、全然取れねえ。今のね、デッキでコウモリ入ってんのって言ったら、まあ、おそらく、ジャイスキャラかなって思いますね。ほとんどがジャイスキャラだと思います。なので、まあ、スパーキーの可能性もなくはないけど、いやー、これ、こっちのこの手札がやばいですね。雪玉切ってもいいけど、バルーンの攻めの時に使いたいんで、温存で、アイゴレ消化出してこれでジャイ多分合わせられるだけだし、マスケ出しても合わせられるし、ボムタワー先置きするわけにはいかないし、
みたいな感じでね、手札が詰まっちゃってるんで、これ一回待ちますか。一回待ちましょう。で、そう、チャンネル登録者数がね、もう本当に1000人が目に見えてきました。皆さん本当にありがとうございます。いやー、どんぐらい経った？ 5 ヶ月ぐらいですかね、多分。まあ、半年いかないで1000人近くまで来れてるっていうのは、いや、まあ、普通にすごいことだと思う。なんか、周りっていうか、結構、クラウドで YouTube やってる方多いじゃないですか、今。で、まあ、そういう方々は、やっぱ、めちゃめちゃ上手い人か、まあ、人気な人。まあ、めちゃめちゃ上手い人がほとんどですね。その、プロ選手とか覗いたら。で、僕はまあ、全然っていうか、まあ、結果があんま残してない人なんですけど、それでもね、見てくれてるっていう方がね、見てくれるっていう方がいてくれるのが本当にね、嬉しいです。本当にありがとうございます。1000人いったらね、まあ、できたら配信とか生配信、YouTube 上で生配信とかしながら、まあ、できたらなと、大会をね、今なんかね、携帯の容量が多くて、動画が撮れないっていうことでね、途中でね、切れちゃったと思うんですよね。申し訳ないです。で、ちゃんと勝ちました。で、まあ最後このリップをね、まあ今本当はマルチ取ってたんですけど切れちゃったんで、まあ続きですね。これ流して終わろうかなと思います。いや、マジで最悪。しかもこれ結構相性きつそうなやつにね、ちゃんと勝てたのに取れないっていう途中で。マジでやめようかと思ったわ。けどまあ勝てたんでね。なのでまあ3連勝ですね。うん、3連勝。いや、ちゃんとな、動画撮れてたらな、最高だったんですけどね。まあ、こっからですね。さあ、見ましょう。ここでリバー入る時にスパーキー来て、まあ、スパーキーかなって、まあ、これはね、さっきの動画で言ってたんで、スパーキーかなと言って、これで、まあ、ハンター来たんで、雪山ですね。雪山で弾いてあげて、まあ、ほぼタワーが折れると。で、ここで、スケラはないと思ってたんですけどね、まさかのスケラが来ると。ここの受けですね。この受けめっちゃうまくいった。コウモリ来て、アイゴレ出すじゃないですか。で、スケブ貯めてからタルババ転がして、これ相手、スケルトン読みのザップなんですよ。で、ここね、ヤナアメ打ってきてちょっと危なかったんですけど、さあさあ、これでギリギリ守れると。あそこね、スパーキーの理不尽の一発をね、もらう可能性もあったんですけど、まあ、あれ別にもらってもね、耐えれたと思うんで。で、ここでね、まあまあまあ、あとは受けるだけなんで、勝ちって感じですね。まあ、ジャイスパとか、ジャイスパスケラは、手札詰まってたらね、こんな感じで2倍まで待ってもいいと思いますね。うん、全然勝てるんでね。2倍まで待って、まあ、相手が来たし、動いてきたと同時に、こっちも逆サイに攻めてあげて、まあ、2倍入ってからはね、基本ケツスパとかの逆サイ攻めちゃっていいと思うんで、それで、はい。さっき、今みたいな感じでね、勝てるかなと思います。はい。まあ、3連勝ですね。3連勝してましたということで。順位が547位。まあ、久々に結構高めの順位なんでね。まあ、あと3日しかないんですけど。まあ、バッチ更新できるようにね、頑張っていきたいと思います。なので、はい。よろしくお願いします。ということで、この動画良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あ、そうだ。知り合いの方がね、テンプレゴレ使ってる知り合いの8000プレイヤーの方がいるんですけど、その方が、テンプレゴレの立ち回りとか、まあ、よかったら付き合いますよみたいに言ってくれたんで、もしね、その、テンプレゴレ、まあ、ゴレライトニングですね。ゴレライトニングのリップがね、めちゃめちゃ欲しいっていう声があったら、その方にね、フレバとお願いして、それを動画化にするかもしれないんでね。まあ、見たいって方がいたら、コメントでね、よかったら教えてください。多かったらやります。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。